ますよ。確かに家中にいる場合はあれだ、ドアロックされたらシーラだ。あ、そうっすね、ドア前で、ドア前シーラ。うわ、そうだ、それ一番シーラの強いやつじゃん。次からドアロックされたら壊さず、言ってください、壊さずにそこキープして。じゃあドアは壊さない方がいい、あえておとりにするか。ドアは壊さずにロックさせましょう。あ、ロックさせたら勝ちなんで、ドアおとり作戦いっか。うわー、それいいな、それやりたいな、見たいな、それ。勝ち込むか。ドアロックされたらデロンさんに来てもらって、はいはい、でシーラ、そうっすね、勝ち込みだ。だからドアロックされるまではシーラ出さなくていいかも。ドアロックされた瞬間ぬってところから出してくれば多分対応できないんじゃないか。いや、できないだろうな。いや、僕もできないっすもん、シーラこの環境で急に出てきたら。もう死を覚悟する、うん、死んでから多分気づく。え、なんで？確かに何が起こったっつって。やってみよう。ランページとかですらで、ここの家をワンチャンランパートスペシャルで破壊っていう。でもドア前なんかロックしそうだな。ポータル繋いできますね。了解。ドアロックさせる。チーム44。来て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 。ランパランパラン。ランパカモンランパカモン。カモン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 。いきますよ。いけ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 。まだまだ。しますね今。やばい。ごめん。やばい。ごめん。まずい。デロンさんやばいっすよ、さすがに今のは。いや。何してんすか。だいぶヒヤッとしました。今のはやばいっす。ワンチャン燃えるかもしれないです。デロンさんでもマジで今みたいな感じで。そうっすね。遠距離じゃなくても近距離でぐちゃぐちゃにする。強すぎた、マジで。ぐちゃぐちゃにする。秒でした。秒でなんかこのまま流れで2人目倒してたからな。ジム倒れてびっくりした。いいっすね。この日のためにこの構成やってきたのかもしれない。いやでももうもう警戒されますね。でもとはいえドアロックしないって無理なんですよね。しないと入ってきちゃうんで。結構分かってても対策しづらいみたいなとこはある。